皆さんこんにちは、リトルウィングスというバンドです。主に金沢で練習っていうか、ほぼ金沢で練習してますが、福井のドラムの人やら、埼玉から来たギターの人やら今金沢に住んでますけど、で僕はNHK なんかでよく出るマレーの能登から来てます。でいろんなところからなんですけど、金沢で練習して今こちらの方でやらせていただきますので、お願いします。今回は、キーボード、ギター、ベースとドラムっていうもので演奏します。で曲は主に古いものばかりで、一番古いのでですね、1925年、これ90年前の曲もあります。この歌？小畑更新曲。90年前です。生まれてないです。知らなかったです。奥野さん生まれてました？生まれてない。もともと外国のプラハっていうところで作られた曲を日本人の方が日本で歌をつけたものです。1曲目はその一番古い曲で、蒲田行進曲です。戦争よりも全然前の時代です。今回3回目ですか、こちらでやらせていただきます。いろいろ福井県のことも勉強してまいりました。福井県の特に有名なのは長寿で長生きされる方がとても多いということです。
今、長野県が今一応1番ですけれども、福井はだいたい常時2番3番で一番長生きと言ってもいいんじゃないかと思います。長生きの秘訣はやっぱり塩分を取らないことがいいそうです。はい、塩分長野は塩分を控えめにしたら下の方からずっと上がってきて今1位だそうです。はい、漬物がやっぱり山の方は保存食で美味しそうです。次の曲ですが、ルージュの原稿で荒井由実さん、1975年で、ざっと40年前ですね。生まれてません。はい、40年前の曲ですけれども、今も最近アニメで魔女の宅急便などで、歌われています。聴いてください。世代なんですけども、私がまあ子供の頃は本当に父親の世代も非常に団塊で人数が多くて、いろんなところでやっぱりちっちゃいお祭りがありました。でそこではやっぱり子供みんな集まって非常に楽しい思い出ばかり で、今はまあその頃よりは子供は少ないですけども、やっぱりその楽しかった思い出を今でもやっぱり残していければいいなと思います。あ、ジュンさん大人になったね。続いてはだいぶ前からだいぶ前から大人です。今日喋るようになってね、変われば変わるもの。
次もまた同じ年代の曲です。キャンディーズの年下の男の子という、これまた40年前の曲になります。生まれてません生まれてません、ということですね。踊りをどうしますか。踊り、いっぱい踊ります。踊りは皆さん子供を呼び出しての踊り、皆さん踊ってもらえますかね。あれ去年はいっぱいの踊りに来てもらったり踊ってもらったりしてたと思うんです。難しい踊りではないので、じゃあ座ったままでも、はい、それじゃあ座ったまま踊り方を説明していただけますか。今喋ってる、あいつはかわいい年下の男の子、手だけで大丈夫。あいつはかわいい年下の男の子。皆さんお上手です。もう大丈夫です、はい、はい、遠くの皆さんも皆さんお願いいたします。
気に固まると思った。来だしたらもう止まらんな。今日来た時はとんでもなく暑いところに来てしまったなと思ったんですけど、ちょうど日陰になってよかったと思います。焼きそばの方にいるんだ。日向のままならとてもとてもですけど、皆様暑さに注意してください。今は特に年々最高気温が上がっております。今までは大丈夫だからということで、まだだよ、油断しないように。まだもう入れるとこでやめないやめようぜ。余裕を残したと思います。痛いで見るよ、そういう間に浮き出したも止まらんでるな、一人は間違いない。ストックラックスでは古い曲なんですけど、チャイニーズスープ、これはどういった歌なんでしょう。これは子供たちがたくさんいる前ではちょっと言いにくい歌です。ちょっと今日の曲調べてみたんですけど、男と女のごちゃごちゃが多いですね。そうですね、割とドロドロとした曲の選曲が多いかと。声の歌が多いかもしれない。はい、はい、そういった感じで歌詞の方もまたよく聞いてみてください。さっきからパシリされる。第1番ただの都合のいいパシリやん。子供行く？何いると思う？何やったっけ？何人？上がそうよ。I'm gonna go to the hospital.
語るよ。語ってもいいですか。いいよいいよ。福井県についてちょっとお勉強していきましたけど、福井県では青山ハープさんという楽器屋さんがあります。これは日本で1軒しかハープ作ってるところはないんですけれども、日本で1軒なのに世界で2番目の生産量です。とんでもなくすごいメーカーが福井県にあることを知りました。ですね、あとまだありますよ。メガネもまあちょっと勉強してきましたけども、福井県ですね、これ江戸時代から明治になりますと丸岡、福井、勝山、大野、鯖江、小浜、阿諏訪県と7県ができて、でそれが福井県、まあ、最初なかったんですね。福井と敦賀の2県がありまして、それが福井県と阿諏訪県、あ、違う、阿諏訪県と敦賀県になって、で嶺北は一旦石川県に入ったこともあります。その頃嶺南は滋賀県に入ってます。一時福井県というものがなかったんですけども、また後に嶺北と嶺南とくっついての福井県が出来上がったということです。これ曲には全く関係ないんですけど、ね、ちょっとした小ネタで持ってまいりました。谷口さん、なんで本当によく喋るの。続いてはもうちょっと新しい曲になりますけども、小柳ルミ子さん、お久しぶりです。1983年の曲です。聴いてください。
拍手いただけると大変ありがたいです。嬉しいです。ありがとうございます。ですね、すいません、もうあと特に勉強してたネタはないんですけれども、そうですね、曲紹介でいきますと、次は、あれの高田光恵さんですね。いや、サザンオールスターズの方がかっこいいので、サザンオールスターズの方の曲です。これ実は勉強していきました。はい。1983年にサザンが7月に作ったんですけども、その後すぐに高田瑞恵さんがカバーされたそうで、で高田瑞恵さんの曲だと思っている方が大変多いということです。これまたちょっと難しい曲になると思います。そんなひろしに騙されて、逆にわからないと思います。ピンクレディの曲で、UFO です。これは踊りは、はい、皆様手を広げてください。 UFO UFO してますか皆様。いえ、 UFO、 ピンクレディの UFO ご存知ですか。手がいっぱい、イエーイ、ありがとうございます。ではその手を後ろに持ってきます。よろしいですか。そして UFO OK ですか。皆様もう一度
ユッポ、ありがとうございます。ありがとうございます。最後の曲にしようかどうしようかとちょっと今相談してました。最後の曲は、まだ1時間半もあるんやけど次の曲はですね、これはなるほど、ですね、これもまあ古い1963年の曲で、ザ・ピーナッツで恋のバカンスなんですけども、それを聞いたソビエトの当時の国営放送の特派員が気に入って、それをソビエトに持ち帰り、でそれを人気歌手に歌わせたところ大ヒットしまして、でまあでもロシアの人は日本の曲だってのは知らないぐらい向こうでも有名な曲です。一度 YouTube などパソコンでもスマホでも一回見てみると面白いかと思います。はい、聴いてください。
持ち歌がないのでアンコールはもうできないと言ってもいいですね、これね。で、本当の最後にラストの一曲になります。これは、山本リンダさんで1972年の曲です。どうにも止まらない。Yeah.
ではありがたくいただいたアンコールでもう一度同じ曲になりますけども聴いてください。Thank you.